稚内の釣り人のコウスケです。今回は10月の初めに仕事1週間休みの時に名寄のイオンの方に行ってきて、セリアっていう100均でなんかいろいろ小物、釣りに関する小物だとかを買ってきたので、その辺をちょっと紹介したいと思います。稚内に100均ダイソーはあるんですけど、セリアがなくてちょっと珍しかったんで、いろんなものを買ってきました。はい、ちょっと一つずつ見ていきます。で、稚内ってセリアもそうだけど、ローソンとかセブンイレブンとかもないです。はい、あるのはセイコーマートとかしかないです。はい、ちょっとそれはさておき、はい、買ってきたものを紹介します。まずこれです。これは仕掛けを巻くシートですね。なんかやわい素材でできてて、はい、これ使えるんじゃないかなと思って、はい、2個買ってきました。あとがリールの、あ、まあいいや、リールじゃないか、ラインストッパーですね。これ多分リールとかにも多分使えると思うんで、はい、ラインストッパーを3つ買ってきました。あとは、あ、フィッシュグリップ、はい、これサビキでなんかちっちゃい魚とか釣った時に使えるかなと思って買いました。よいしょ。あとこれは釣り具ではないんですけど、なんかこの辺につけたらいいかなと思って買ってみました。その辺のなんか飾り付け系のもの結構買ってきて、これもそうですよね。はい、金属のやつで、はい。とこれは一応釣り具に入るのかな、マジックソープ。はい、この金属のやつが多分手についた魚の匂いとかを取る用のやつだと思います。これピンオンリール、はい。これもインテリア系でなんか、はい、壁につけてなんかきっかけようかなと思って買ってきました。よいしょ。これもそうです。多分これは、よいしょ、なんかこんな感じで、はい、壁に引っ掛けたら物を置けるかなと思って買ってきました。見えるかな。よし、これもそうですね。アイアン棚受け、多分これに木とかつけて壁に棚をつけるやつです。おっと、あ、これ4つも買ってきてる。あとは、あ、これもさっきと同じやつか。よし、あ、同じもの。よし、あ、これも同じものです。これが最後かな、ロッドベルト。はい、なんかセリアに今すごいいっぱいたくさん釣りの小物が置いてあって、なんかいろいろ買ってきてしまいました。はい、今回は名寄のイオンまで行って釣りの小物をセリアでいろいろ買ってきたっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。